今のところで、メンタルの立場から佐々木さん、アレックスさん、補足がありましたら。よろしいですか？お願いしまさっす。き、ゼンクさんが、脳神経科学の方で、ちょっとメンタルのことを勉強されてるっていうことをお聞きしたんですけど、それ今はすごく、問題っていうか、新しい最先端の情報なんだけど、例えば、不安を感じるんだったら、脳のこの組織が働くってこと分かってるんですね。で、そこの部分を働かせないように、外から操作をするってことが実際できてるわけです。で、それは何に関わるかっていうと、第三のドーピングって言われてて、非侵襲性で、そこを刺激すれば不安を感じないっていうふうにしちゃうっていうようなことが起きてるんですね、実際。だけど、それは、薬物によるドーピングでなくて、表に現れないんですね。で、それを今どうするかっていうことを、盛んに、どう抑制させていくか、それはどうやって、やめさせるかっていうことは、すごく問題になっていることなんで、ぜひそのあたりのところも勉強されて、なんていうんですか、正しい方法でそれができるようにしてもらいたいなと、そういう感じは今、思ってます。だから、すごく今、問題になっていることは、確かに問題になっていることなんですね。なるほど。ありがとうございます。佐々木さんは大丈夫ですか？はい。先ほど青木さんの話を伺って、やっぱり、それはもう、青木さんがたくさん幅広く、勉強されているから、多分、一人のスタッフとして選手にいろんなことを消去法で試していって、まあ、最後に残った時、メンタルっていうのは残った時に、そう、やはりメンタルの問題かなって言えるのが、やっぱりいいなと思って、やっぱり消去法、やっぱメンタルの問題は最後に残すくらいの気持ちで、いろいろ問題を追求していくような形がいいのかなと思って、最初にメンタルの問題っていうふうに入っちゃうと、なんかふわっとして進んじゃうので、やっぱりそうやって少しせあの、まあ、専門は持ちつつも、いくつかの消去法は試せるくらいの幅広いアプローチ方法っていうのは、まあ、各専門家、やはりできると全然違うんだなっていうふうに思って、すごくやはり自分も勉強しなきゃちょっとまずいことになるなって。改めて思ったのと、あとなんか、腰痛が8割って言われてる、ちょっとそれが何なのことがちょっとわからない部分なんですけど、なんか、日本人なのかわかんないですけど、なんかメンタルの問題にすると安易っていうけど、やっぱりでもなんかメンタルの問題として発見できると喜びますよね。なんか、何とも言えない、この日本人なのかわかんないですけど、精神と、とかメンタルへの謎の愛がありますよね。なんかすごい根深い問題だなっていうふうに思いました。